こんにちは、明日、明後日、からですけどね、明日連携日ということで、このコーチの、ね、選手、3人です。少ないですけど、3人が6人分おるは頑張ってくれるということやけど、ちょっと話を聞いてみようと思って思いゆけんど、伊藤君、はい、最近は調子はどう？まあ、ぼちぼちです。ぼちぼち、はい、土曜日前はっきり言うかね。そうですね、一応ずっとバックを取る競争をしています。昔バックを取る競争戦と足が鈍る気、バックは絶対取らないかんと思って先輩らに自分らの時には運動を怒られたけど、今もそうかね。そうですね、一応先行を基本に戦ってるんで、うん、はい、バックを取れるように意識はして走ってます。マフリはあまり好きじゃないの？まあ、そうですね、ちょっと最近たまたまちょっとマグリも出してますけど、まあ今回はちょっといろいろ地元なんで先行にこだわらずちょっとやってみたいなと思ってます。先行にこだわらずちょっとやってみたい。マグもあるわ。うわ、あんまりないんですけど。マグはあんまりない、はい、ね、はい、で、まあマグリもあんまりないけど今度の場合は仕方ないという時があるわね。そうですね、やっぱり地元なんで、あと2勝で100勝なんで、うん、まあ、地元で100勝決めれるように頑張りたいと思います。初日から、ね、2日目で決めて、はい、2日目で、はい、頼むで、はい、頑張ります、はい、みんなここにおる人は知っちゅうけど、コーチの選手はね、うんと嘘を言う頑張ります、有言実行できるように頑張ります、うん、というように成績がね、見て分かるように242とかいうような成績を取るということは、まあ、前を切って生きようということは伺えるね。はい、そうです、はい、体調はどうだね？体調は悪くないと思います、はい、今度の開催では自分としてはせめてここまではやってみたいと。まあ、100勝ももちろんそうなんですけど、やっぱ最低でも決勝乗って地元のファンの方に褒められるように競争頑張りたいと思います。100勝狙う中ということはよ、ね、1飛び1というのは狙うちゃうね、まさか。でもそれはそれでいいと思うんですけど、ね、はい、けど飛びっていうのはあれですよね、うん、2着かの、うん、あ、2着で飛んだということ、それでもそういう意味じゃないです、うん、そういうことやね、うん、はい、ということは、あ、コーチの選手はみんなこういうふうに言うていたら、こういうふうに言うてから、なかなか口は偉いけど成績が伴う。頑張ってよ。はい、頑張ります。はい、はい、次は岡君です。こんにちは。岡君もじっとフルになったね。はい、ね、はい、うん、まあけど、あ、今も 現役で頑張って、成績をあまり言いたくない。おそらくコーチの競輪の時にはおそらく力を出して番手を回っていて、前を抜かずに2着というのがちょっと見えるような気がするけど、どうや？いやー、調子は悪くないんですよ、成績の方は。成績の方、それを調子が悪いというか、成績にはと思う。まあけど、一生懸命にやる練習もしようということをちょっと聞いちゅうけど、まあコーチだけ自分が、変な成績が取られるという気持ちはもちろん。そうですね、もう地元だけは常に1着は狙いに行ってます。狙い級、はい、ね、こういったらこういう人が1着行ったらえい、はい、と思ってるんでね。そうですね、はい、本当かや頼むぞ頑張ります。で、そういうようなことで、明日からですね、明後日からに走るのは明後日からということやけど、3日間頑張ってよ。はい、頑張って。はい、どうもありがとう。高尾君、こんにちは。こんにちは。高尾君、はい、いい考えやない、まだ早いやない、ここへ来たな。え、降りてきたのが早いやないかと。ああ、はい、ちょっとまあいろいろあって落ちてしまったんですけど。いろいろあったのか。はい、それは仕方ないな、いろいろあったらね。で、前々回の3場所前か、はい、失格しようね。はい、うん、それから、熊本とか、岐阜、広島とか奈良とか走ってきて、まあまだ全部が全部優勝への強いないか。そうですね、ちょっと
まあ、後ろ回ることもちょっと増えてきて、うん、まあ先方的なものでもちょっと慣れてないレースもちょっと続いてるんで、よく言うたら幅ができたと。いや、まあ悪く言うたら生ぶられたんだ。そうですね、はい、ちょっとなんとかしないといけないなっていう状況ですね、うん、けどね、やっぱりあのコーチの不安がよ、いっぱい来て応援してくれると思う。で、山中君なんかこうやっぱりメインの方で乗っていくと思う気よね。やっぱりこう責任も感じてよ、はい、と頑張ってもろうて、人の後ろ行くのもええけど結果は行ってもよ、自分が一着いると、はい、いうようなことのレースをよしてもらわんと、コーチの不安がなくて、はい、ない銭がもたのうな体形でいいだすね、はい、山中君で顔がやき、みんな、はい、そしたら今これ場しかないによ、だいたい失中券で言わずとおるけどよ、これ場しかないにまだ山中でのうなったいて言う人が多くなる、はい、ねえ、はい、3日間あのタオル投げをやって、くれることをよ、あの自分が寝坊中券のどうでやるそうなかい。そうですね、そこそれそうできるように頑張ります。うん、そうできるように頑張る、はい、あそれみんなが言うことやけどね、頑張ってよ、はい、やっぱりね、今日ここにおる不安はね、あれけどモーニングという前になって、モーニングの早いというでも12時過ぎらね、1時頃になる走る側は、はい、それは関係ないの。そうですね、はい、伊藤君と、まあ、僕結構モーニングは成績悪くないんで大丈夫です。僕も普通です普通か、普通だもんな、この点でいいか。いや、最低だったら頭で変わらないから。まあ、そういうことでも、コーチのね、3人少ないけどよ、頑張って、こう、盛り上げてよ。ちょっと穴ぐらい、この前の2人が穴ぐらい出すようにしてくれてよ。それで、高尾君に話題でもらおうたら、高尾君がまた頑張らないかんと思ってよ、頑張って、衛生席取ってくれると思うよ。前の二人も頑張らないかんね、うんと。高尾君、はい、が来たらパンとやるまで、はい、笑顔、はい、頑張ります。今、まくりは出るから、ちょっとまくり、そうですね、前回のことがちょっと少ないんで、あれですけど、まあでも、まくりは出せる練習はしてきてるんで、もう遠慮せずにコーチは一回いてもらわないか、はい、もしバッテンモーターとしても、はい、ねえ、さあ、この明後日からの3日間、この3人が、コーチケーリングを盛り上げてくれると思います。また、皆さんよかったらね、よかったらやらないよ、悪くても我慢気に応援しちゃってください、お願いします。で、一人ずつね、ちょっと、おい、どうする。こんにちは、伊藤です。最近ちょっと決勝乗ってないんで、ここ地元で決勝乗って流れを変えたいと思って一生懸命練習してきたんで、その力を出し切れるように走りますんで、応援よろしくお願いします。初日はなんとか勝ち上がって順位で高尾の後ろを回って決勝に乗りたいと思います。お願いします。3日がタオル投げできるように一生懸命頑張ります。ちょっと太いことやないのか思うようなことを言うたら中にはおる。で、ね、3日間元気に頑張ってよ。はい、おいたらね、お願いします。頑張らないかんぞ。